ご機嫌カリムだったんだぞ。ええ、僕が知るいつものカリムさんでしたね。機嫌が悪い時のカリムはもっと目もつり上がってて怖い感じで喋ってるんだぞ。それは機嫌の良し悪しなのでしょうか。どういうこと？カリムさんはフロイドのように気分の浮き沈みが激しい印象があまりないものですから、もっと別の要因があるような気がして。マジフト大会と期末テストの両順位が悪かったせいだってジャミロは言ってたんだぞ。ラッコちゃんってそんなの気にするの？ラッコ？カリムさんのことですよ。フロイドは海の生き物になぞらえたあだ名をつけるのが好きなんです。グリム君のことも丸々として愛らしいシルエットに親しみを込めてアザラシちゃんと呼んでいるそうですよ。丸々としてが余計なんだぞ。ラッコちゃんはいつも太鼓叩きながらニコニコしてるからラッコに似てるでしょ。そうですね。彼はいつも朗らかで、成績が悪かったくらいで情緒不安定になるタイプには思えません。やはり原因は別にある可能性が高そうですね。問題解決のためにもカリムさんのことをもっと知る必要がありそうだ。ジェイド、少し彼とお話ししてきてもらえませんか？かしこまりました。ジャミルさんは難しいかもしれませんが、カリムさんなら素直に僕とお話ししてくれるかもしれません。じゃあその間俺は海蛇くんに遊んでもらおっかな。それはいい。僕も一緒にお相手していただくとしましょうか。こいつらずっと目が笑ってねえんだぞ。はあ、カリムのやつまた勝手に決めちまいやがって。俺がどれだけ苦労してると。クソ、はあ、今日はもうカリムは寝たし何も問題は起こらないだろう。誰だこんな時間に。こんばんは、ジャミルさん。こんばんは。邪魔するんだぞ。何の用だ？先ほどカリムさんにご案内いただいた宝物庫で見たことのないボードゲームを見つけまして、カリムさんにルールを説明していただいたのですが、どうも要領を得ない。この穴の開いた木の板と宝石で遊ぶゲーム、どうやって遊ぶの？ああ、マンカラか。ネッサの国ではポピュラーなゲームだよ。ボードゲーム部の僕としてはぜひ遊んでみたくて、一曲手合わせ願えませんか？俺も海蛇くんと遊びたい。勝負とあっちゃグリム様も参加しねえわけにいかねえんだぞ。うん、カリムも寝たし、まあいいか。分かったよ。この人数じゃ俺の部屋は狭い。談話室に行こう。